大滝第1トンネルと大滝第2トンネルは別のトンネルであるが便宜上を同じ項目で記述する。大滝第1トンネルは福島県福島市藩坂町中野にある国道13号立子道路のトンネル。大滝第1トンネル立子道路折り4つ目のトンネル。1965年1月竣工、全長200メートル。トンネル内は半径600メートルのカーブトンネルになっている。 このトンネルに並行して、東北中央自動車道の大滝トンネルがある。大滝第二トンネルは、福島県福島市半坂町中野にある国道13号、立子道路のトンネル。大滝第二トンネル立子道路下り5つ目のトンネル。1963年3月竣工、全長504メートル。トンネル内は直線。このトンネルを避ける形で、 大滝宿内の旧国道に向かう道が分岐している。旧国道となってからも、見物小屋があったりとかつては、観光地として繁栄していた。現在は飲食店が営業しているが、ほとんどが廃墟と化している。このトンネルのすぐ北側に、東北中央自動車道の立子トンネルがある。中野第二トンネル、大滝第一トンネル、大滝第二トンネル、あずま子トンネル。ありがとうございます。